ご職業は？一応警察でやってます。漏れる漏れる。何の音だこれ。大病院選挙完了。もしもし、私です。 SIS 管理官のグッピンです。彼女は和泉グッピン、警察本部の SIS 管理官だ。ああ、グッピン司令官ですか。あ、そういえば今病院にいてトイレが大爆発したんですよ。彼の名は武蔵与一郎、ボンボン警察の刑事だ。知っています。今与一郎がいる病院はテロリストに占拠されています。なんだって？テロリストの目的は不明です。今分かっている情報は、テロリストの人数は全員で3名、そして全員巨乳よ。巨乳テロリストということですか。ワクワクしますね。何を言ってるの、バカじゃないの。あなたにはそのままバレずに病院に潜入して、テロリスト3名を制圧してちょうだい。了解。さあ始めようか。潜入の心得その1、環境に紛れて身を隠すべし。これで奴らにバレることはない。一旦状況を把握するために病院内を見回ろう。さあ、お着替えしましょうっと。もう汗かいてびしょびしょだわ。こんな緊急事態なのにお着替えですか。まあ警察として危険であることをお伝えしないと。もう服が脱ぎにくいよ。誰ですか？何ですか急に。何やってんですか？いや、何って、患者さんのお着替えを手伝ってあげてるだけですけど。ふざけんじゃねえよお前、変な期待させんじゃねえバカ野郎。お前らってか、こんなとこいないで早く避難しろよお前。おい、早く早く行け、早く早く。ったくよ、こっちは忙しいんだよバカ野郎。やったくよ。よし、じゃあ行きますか。よいしょ。ところに段ボールなんてあったかしら。を殺しちゃダメ。え、どうしてですかボス。スキアリ、あっゃくそ。じっとしてなさい、もう少しで仲間が来るからね。お前はもうおしまいだよ。
なんて力だ、こいつ本当に女か。あ、でもなんかいい香りがする。これはこれで心地よきです。いかんいかん、テロリストを制圧するのは俺の仕事。こうなったら黒手を使うしかない。はー、無駄な抵抗はやめな。何をやっても意味ないよ。無駄かどうかこれを食らってから言いやがれ。くそ、なんとか助かってくれ。俺の奈良は世界一臭い。おい、お前そこで何やってる。やべ、動くな。おいおい、いいのかよ。こっちには人質がいるんだぞ。助けて。卑怯だぞ、そのナースを放せ。じゃあその銃を下に置いてもらおうか。私のことは気にせずって。うるせえ、殺されてえのか。わかった、今下に置くぞ。下に置くからな。じゃあそのまま立ち上がって後ろ向きな。わかった。ほら、早く向こう向けよ。りっちゃん、よちろん。え、なんか言った？第一球投げました。いいよ。彼女は丹波ミクル、通称ミーミー、スパイとしてテロリスト組織に潜入している。俺はたまたまこの病院に来たら事件に巻き込まれただけだよ。お前こそなんでテロリストなんかに。は？あんた何も聞かされてないのね。まあバカだから仕方ないか。バカってなんだよ。ちょっと待って、これ熱いから脱ぎたい。はあ、熱かった。嘘だろ、これ偽物。え、何あんた、それ本物だと思ってたの。ウケるんですけど。嘘だー。うるさい、早く行くわよ。待ってよ。やっとここまで来ましたね。もうじき会えるわ。あ、やば。道に迷ってだよ、お前かよ。よくここまで来ましたね。お前が巨乳テロリストのボスか。人質を殺されたくなければ銃を置いてください。お前何やってんだよ。何のためにこんなことするんだ。暇つぶし。狂ってやがる。冗談ですよ、よちろうさん。いや、ボンボン TV のよっちさん、
私はあなたに会いたかったんですよ。え、どういう？私はボンボン TV の新メンバーなんです。何言ってやがる。お、お前が！ここで重大発表。仮面をかぶった謎の女はなんとボンボン TV の新メンバー。後日公開されるボンボン TV で謎の女との動画が公開されるのでお見逃しなく。次回予告。全員読みごっこチャレンジ。巨乳の新メンバーはどこだ。もう無理です。うわー、いった。もう嫌だこれ。ニューの次に巨乳の新メンバーです。そうだ。